皆様こんにちは。こんにちは。オーバーランドの菅原でございます。今回も新入庫車両、はい、販売車両のご紹介ですね、はい、こちらのデリカ D5、はい、かっこいいな。2代目ですね。そうですね。あのね、前回も紹介してますけど、はい、またデリカうちも始めましたので、で今回こちらオークションで買ってきたんですけど、はい、かっこいいですね。もうちょっとあれですね、純正のパッケージ、うん、ブラックパッケージみたいなのが、うん、そう施されてます。うん、でね、僕あのケンダルも前言ったんですけど、はい、あれと思って令和3年ぐらいでパールの色変わってないって話になって。あの前のはもうちょっとね柔らかいクリームが入った、はい、あのなんていうの、柔らかい白パールなんですけど、ちょっとねこうソリッドよりこうシャキッとした、ね、うん、はい、白身が増しましたね。ちょっとどこ探してもねホワイトを変更したなんてデータ出てこないんですけど、明らかに色が違うので、はい、でまあ一応こちらは令和4年10月式のデリカ D5 のグレードが P、はい、一番いいグレードですね、はい、はい、走行距離が、4000キロ弱。浅いです、ね、これはいいですよ。それでもうさっき言った通り、そのブラックパッケージなんたら B だか A だかっていうのがありまして、はい、もともとシルバーだったところが、メッキシルバーだったところが黒いツヤありの、はい、はい、であとこのデリカというこのデカールですね、かっこいいな、はい、かっこいいですね、これ、うん、となっております、はい、それでただカタログも見たんですけど、これフロントのみなんですよ。あ、そうですよね。そう、リアに設定がなくておかしいじゃねえかって話で、で後ろはですね塗りました。じゃん。全く同じ。全く色で塗りましたうちで。いや、いいですね。うん。これないのが不思議なぐらい。そう、後ろはねここメッキシルバーなんですけど、ここにカバーの黒いのはあるんですけど、あ、はい、うん、ちょっとねそれだとおかしいじゃんって話で。はい、なので塗っちゃいました。でフロントと合わせてこの三菱ロゴは、そのまま残して、はい、でも見えてますけどジャオさんの、ね、カバーだったりですとか、はい、ガナドールマフラー入っております。これはいいよ。でリアスポイラー、あ、これもあれですね、純正のついてます、オプションですね、かっこいいですね。でタイヤも見えてますね、はい、今回これはリフトアップはしてないです。はい、このままでもまあ十分かっこいいので、まあ、ただされたい方はリフトアップキット取り付けも可能となっております。はい、デルタフォースさん、デルタフォースさんですね、うん、この結構人気なんですね。多いね。多いですね、うん、でタイヤはグッドリッチのトレイルテレイン出ました。前に試乗した静かなタイヤですね、うん、そうそうそう、いい感じですよ。で中も見えますか。はい、なるほど。あ、もうね、一通り一番初めに目の入る、うん、シートカバー、シートカバー、まあ、これはあってもなくてもお好みなので、はい、あの必要ないってことであれば外しますし、はい、で、アルパイザの大きいタイプですね、大きい、はい、で後ろはついてないんですが、フリップダウンはないので、はい、これも必要であれば別途追加工事というか、はい、つけることはできます。はい、はい、こんなところですか、うん、これ細かい、そうだね、装備、うん、ドライブレコーダーも前後、あ、ありますね、うん、ほとんどじゃついてますね。 ITC もついてますね、うん、いいね、いいね、欲しいな。相当状態やっぱいいですね、うん、1年前のとき ね、 ね、令和4年10月ぐらいなんで、うん、後ろが、あ、7人乗りか、7人乗りですね。セカンドシートがキャプテンシートですね、はい、でこれなんかあのオートステップ通常ついてるじゃないですか、うん、それレス、レス、結構レスにしてる人多いね、はい、あ、そうですね、うん、でも本当に分かんないですよ、あれね、ガーンってくるんで、ね、ああ、確かに、うん、
ぱなんか綺麗です、うん、あ、P だからパワーテールゲートですね、ボタンで。はい、まあいいですね、ちょうどいいですね。それいい、あのね、メーカーさんによってすげえ速かったりそうですね、あるんでね、怖ってやつですね、うん、あ、すごいいいな、まとまってるな。これはあの、うん、いいです、すごく、はい、これ別にラプター塗らなくていいと思います、このままで。そうですね、十分かっこいいんで、はい、でこの全体と の, このマッチングっていうんですかね、はい、ホイールの相性もあって、はい、P なんで、うん、メッキもちょっと入ってるんでね、はい、こういう部分がちょっとこう意外と合ってたり、ね、シルバーが入ってるん で、はい、前回ねうちで紹介したのは真っ黒にしてなるべくメッキの部分をなくそうみたいな感じでやったんですけど、はい、まあ、これはこれでいいなって思いますし、でお近くお立ち寄りいただける方であれば、うん、2台比べて、そうだね、リフトアップしている状態と、うん、じゃない状態と、うん、見比べていただければと思います。そうそう、でもここまでまとまってれば別にねリフトアップなしでも全然かっこいいんで、程よい、かっこいいな、これ俺が塗りたいな、あれがいいですね、うん、そっか、安全装備もついてるしな、はい、デリカ、デリカじゃなくなったな、もうデリカはデリカなんだけど、すごい、で前の、ね、動画でも紹介してますけど、このビッグマイナーね、施されたデリカ、基本的にはまあフルモデルじゃないので、はい、前型と共通する部分は、まあ、あるんですけど、まあ、乗ってみるとあの全然違う車になってますんで、びっくりしました、僕もこっち、まあ、好き好きはあると思うんです、はい、うん、前のようなおおらかなザ・トラックがいいみたいな方もいらっしゃるでしょうし、少しアップグレードしてスムーズになったこちらがいいって方もいらっしゃいますし、それはもう好き好きなんですけど、また、ね、やっぱり安全装備が入ってるっていうのがね、大きいですね、大きい、はい、大きいです、これは、ですんで、まあね、どんどん流れていけばやっぱりこっちが残ってくるんでしょうから、はい、はい、かたくなにね前方乗っていらっしゃる方とかですね、僕みたいにですねそれはそれででも、はい、いいんですけどね、はい、頑張りますけど、はい、うん、乗ったら感動しますから、はい、はい、で逆に最新ディーゼル他のメーカーさん乗り慣れてる方はえどうしたのこれって、うん、これ普通じゃないのっていう、そういうことです。三菱は古き良きを良くしてる、はい、よしとしてるメーカーさんなんで、この進化にちょっと驚くんですよ、はい、はい、旧車乗りにはですね、はい、まあまあ本当に素敵な車だと思いますんで、はい、値段は決まりましたか、まだですか、もう間もなく、はい、分かりました。じゃあ、またカーセンサー、はい、と弊社のホームページですね、はい、あと SNS でもご紹介していければなとは思っておりますんで、これをね参加の見たいという方は来ていただければ、ぜひ、はい、お待ちしております、うん、ではでは今回は、リフトアップはしてないんですけど、はい、まあ、ちょこっとカスタムさせてもらった、新入庫車両のデリカのご紹介でした。ではではありがとうございました。ありがとうございました。